ポーツ中毒の皆さん、いい加減起き上がれ。私チックギザードリップがボンクラッチモーターワールドのさよならレースにご案内するぜ。けどさチック、ひょっとするとこれが本当に最後かもよ。ボンクラッチ一生の夢がパーになる瀬戸際だぜ。言ってることわかる？当たり気車力よスチュー。イカれた天才サイボーグボンクラッチは究極のレーシングテーマパークを作った。ところがレーサーたちがビビっちまってレースにならねえ。その恐怖の凄まじさはとてもオンエアできないぜ。大丈夫、俺そういうの平気だから。焦げたハムの塊をミンチにするみたいなあんなもんだろ。あ、いやそのだが、あのイカれた変態ジジイがパワーダイヤを取り戻したらレース終了それまでだ。どうするパンク野郎。ボンクラッチはパークの所有権をこのレースの優勝商品にかけてるんだよな。ルールは無用さ。レース出場者はパーク内にある5つのエリアへ挑戦し、全てクリアして盗まれたパワーダイヤ全部を取り戻さなければならないんだ。もうすぐ甘い復讐クリームが食べられる。あの役立たずのネズミどもを葬り去るのも時間の問題だ。パサリーナ、ウィリー、わしがぶっ壊れるまでもう時間がないぞ。もっとレーサーを集めないと。君らの中に史上最大のレースに挑戦しようという怖いもの知らずはおらんのか。お待たせ、スポーツ中毒の諸君。怖いもの知らずが揃ったぜ。こりゃ一体何の真似だ。新参者が誰に向かって口聞いてんだ。名高い極悪人ネオコルテックス博士と喧嘩好きで滅法強いクラッシュバンディク。今度ばかりはわしも正直おしまいだと思ったよ。だがゲームのヒーローたちが仲間を助けに向かうのを見て腹渡がゾクゾクしてんな。勝手にゾクゾクしてろ。私は世界征服の予定があるんでな。いかんでくれ。パワーダイヤを取り戻すにはレーサーが必要なんじゃ。すべてのパワーダイヤを見つけた者にこのパークの権利を譲る。見てくれ、大切なブラックパワーダイヤもなくなった。まあそう慌てないご主人様、我々に得な話かもしれませんよ。このイカれたテーマパークは悪の種をまくのに絶好の場所だ。なるほど、新たな悪の基地か。イワシは食べ放題だし、フクロネズミども追っ払える。そうだ。ちょいお待ち。私はパサディーナ・オーポッサム。あんたはこのレースで私には永遠に勝てないわ。では私が勝てばこのテーマパークは私のものになるのだな。条件なしで。なぞなぞくらい出すかもね。おっとたまげた。なんだそいつは。気味の悪い。紹介しよう。パークのマスコットのウィリー・ワンパチークスだ。わかった。エントリーしよう。スタート地点は？ヒドリヒドリホー。どうぞのところへ行け。どっちから行ってもベシャッと転べばみんなに薄黒と呼ばれるぞ。スポーツ中毒ども、今の見たかい？呪いだ。邪悪な力がわしの悪巧みを妨害している。呪いだ、呪いなのだ。ねえ、だんだん状況が分かってきたわ。これは多分何なんだ。つまり私が論理的に考えてみたところ、パワーダイヤを盗んだやつはリンゴ汁と関係があるのよ、おそらくね。リンゴ汁？そう、その通りよ。パワーダイヤが盗まれた現場では常にリンゴ汁のこぼれた跡があったわ。そんなカバカバしい。第一、誰がリンゴ汁を飲むのだ？あなた！クラッシュ！まさかお兄ちゃんが！もううんざり。俺だよ。2時間サスペンス見たことないの？俺がやったの。ちゃんと伏線あったろ。
まだわかんねえの？俺が犯人。ウィリー？我がパークのマスコットが？やめろ、聞きたくない、何も聞こえないぞ。バーストイスト、バーストグーデモーゲイ、イェイェイだな。うまくいくはずだったんだ。バンディクーともに邪魔されなければ。お別れの時だ。一か八かの大勝負。パワーダイヤはいただいたけど、ボンクラッチはいただけない。ミシェ、俺に会いたきゃ空を見な。あばよ、ヘボチン。急げ、奴を止めるのだ。もう時間がない。わしが壊れる前にブラックパワーダイヤを取り返さねば。ロケットだ。さて、スポーツ中毒ども、最後の一騒ぎだ。パフェの上のジェリーか、はたまたニキビか。クラッシュが最後のパワーダイヤを見つけてパークの権利を獲得したぞ。けどもう時間がない。ブラックパワーダイヤを取り戻して弱り切ったエベニーザ・ボンクラッチを救うことができるのか。どうした。打ち上げ中止、打ち上げ中止。おい、なんだよ、よしてくれよ。まったく。諦めな、夏みかん野郎。ブラックパワーダイヤを返しなさい。おい、夏みかん野郎って呼ぶな。どう？何なんだよ。バンディクーのせいでこのテーマパークを我が秘密基地にしようという計画が台無しだ。まったくですな、ご主人様。, 笑ってる間に奴らを消してこい。臆病者め。覚えてろよ、クラッシュバンディクー。そして勝利者たちに賞品の贈呈です。おめでとう、バンディクー。ありがとう、チキンさん。すごく気分いいんだけど、このパークの権利は持ち主に返すつもりよ。エベニーザ・ボンクラッチに。それはお優しいこと。でも彼にとっていいことだとは思えないわ。ブラックパワーダイヤがなくなった今、ボンクラッチはもうおしまいなの。クラッチ悲しい。生きているぞ。ラーラララ気分は最高じゃな。あクラッシュ君、君のおかげじゃい。ダンキー、フクロンネズミは一生フリーパスにするよ。バンバンザイで泣く泣くね。バンザイバンザイバンザイ。